雨さんさんと、はい、こんにちは、みほどけです。ナム、梅雨入りしましたね。っていうかめっちゃくちゃ暑いですよね。まあでも雨降った日はまだまだ涼しくは過ごせてるかなって、ほんと恵みの雨に感謝ってところなんですけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。そんな季節にこそおすすめしたい、雨の日に行きたい素敵なお寺を、その参拝のコツやポイントを交えながらお話しします。雨の日に行きたいお寺についてご紹介するんですけど、まずは雨の日の参拝のコツとして体の装備のお話をします。足元はまず長靴を履くことをおすすめします。もう結構こう砂利道だったり土の道のままのお寺さん多かったりするので、自分のためにも長靴を履いていきましょう。2つ目、ちょっと大きめのビニール袋持ってってください。カバンをそのままボスッと入れちゃってもいいし、雨傘入れてもいいし、靴箱が外に置いてあってちょっと雨に当たる場合もあるんですよね。そんな時のために入れてもいい。っていうのもお寺の本堂の中とか結構こう水滴に敏感なんですよね。床が板張りだったり、それが畳だったり、こう後でお掃除も大変だし、まあ一人でも多くの方が雨対策それぞれしてくれることで、お寺の方も後々ちょっとは助かるのかなと思って、水滴はなるべく建物の中に入れないようにちょっと大きめのビニール袋一つ持っておくと便利だと思います。あと同じ理由でちょっと大きめのタオル持ってっておくといいですね。これぐらいのハンドタオルじゃなくて、しっかりめのスポーツタオルっていうのかな、持っておくといいです。ちなみにそれがかさばるなって人は手ぬぐいなんかも意外と吸水性あるのでおすすめです。手ぬぐいといえば、みほどけこういう汗を拭いたり雨粒を拭いたりに拭くのに最適な手ぬぐいを販売したんで、こちらもよければ、はい、お試しください。はい。あとは替えの靴下、これ1個あるとすっごい快適に過ごせますよ。でお寺の中に入るっていう時になるともうしっかり臭いです。なのでその時にタオルで拭いて靴下履き替えるとか、そうすると自分も快適だしね、周りにも迷惑かけないし、お寺もハッピーって感じなので、仏様の前でね、足臭いとはちょっとやっぱりうーんって感じなので履き替えましょう。あとは身軽なのがいいですね、まあ、ビニール袋、替えの靴下、ちょっとしたタオルでもそんなにかさばらないと思うので、それをギュギュギュッとカバンに詰めて、まあ、御朱印帳とかお念珠とかも詰めて、もう本当になるべくコンパクトにした方が自分のためです。手ぬぐいにすると荷物は少なくなりますね、かさばらないから。はい。続いては雨の日の拝観のポイントをお話しします。これはどこの寺も共通なんですけれども、3つのうちまず1つが音を楽しむ。雨の音って癒されるなーっていうのを共感してくれる人いるかなって思うんですけど、お寺に行くと池があったりお庭があったり、あと木々が生い茂ってたり瓦の屋根だったり、そういうところにぶつかる雨音っていうのはまたちょっと趣が違ったりするので、そこをリッスンしてみるとちょっと気づくことがあるのかなって私は思います。ポイント2、視界が狭くなるのを逆手に取りましょう。これはね、やっぱ雨だと見晴らしも悪いし、さっき言った音でね、こう聴覚も狭まってしまうので、そうなると世界に私しかいないのかなみたいな、ちょっとした孤独感っていうのが生まれるんですよね。その孤独感をお寺と私しかないっていうその関係性にちょっとハッってなると没入できるんですよ、お寺に。はい。ポイント3、植物が水を吸ってみずみずしく生き返ってるところを見てみてください。お寺さんってね、ちゃんと綺麗にお庭を手入れしてくださってたりね、山を管理してくださってるおかげで自然が残ってるところ結構ありますね。ということでね、こう雨が降った時こそ土からこう水分を吸って、緑がブワッと色鮮やかになってるんですよね。あとアジサイとか花しょうぶとか岩タバコとか、そういった雨のシーズンにこそ咲くお花っていうのもあるので、そういう出会いもちょっと楽しみにしてみてください。はい。ここからは今言った装備だとか楽しむポイントっていうのを意識しながら、ぜひぜひ行ってほしいお寺さんっていうのをご紹介します。本当にこれは選べなかったんですけども、今の私の気持ち的にめっちゃ行きたいっていうのが乗っかってますので、これ毎年やっていくとしたら100年かかるんじゃないかなっていうぐらい雨の時期に行きたいお寺ありますが、まあ今年行きたいところを3つ挙げさせていただきます。まず1つ目が東京都です。目黒にある万隆寺さんです。これは浄土宗のお寺さんで、江戸時代に増上寺の偉いお坊さんが作ったお寺さんなんですけども、ここには東京とは思えないような自然が残ってるんですよ。まさかまさか、その目黒駅から歩いて15分ぐらいのところにあるんですけど、山手通りっていう大きい通りの中
にポツンとこう門があって、そこをズイ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 って中に入っていくと、バッと緑に溢れた伝統的なお寺の建築が現れるんですよ。しかもね、その本堂にはうっすらと襖が開いていて、すっごく顔の整った優しい阿弥陀様がこちらを覗いてるんですよ。ここ万龍寺、龍の寺っていう名前が似合うぐらいね、こう水が豊かなんですよね。池がありまして、鯉や亀がいて、そこからはたくさん植物が生い茂っています。なんかマイナスイオンが湧いて出てそうな、そういうところなんですよ。でここ私の個人的超パワースポットでもあるんですね。っていうのも、このお寺さんの本堂の右裏手には芸能や音楽を守ってくださる弁財天様が岩の洞窟の中にいるんです。これ目黒七福神の中の弁財天さんにもなっているんですけども、私が、去年の節分の時に絵馬を描かせていただいて、そしたら1年間見事ね、浅井企画に所属させてもらったり、テレビの出演が決まったり、レギュラーが決まったりっていう、すごいですよね。うん、私は弁財天様のご利益が万龍寺さんのおかげなのかなって思います。でこの龍っていう字が入ってますね。この龍っていうのは水の守護神的な存在なんですよ。だからとっても水が似合うのがこの万龍寺さんなんですよね。そこに雨が加わることで、その演出のおかげで、なんだか龍が本当に現れてきそうな、なんかちょっと新しいことに出会えそうっていう、そういう体験ができる。ごめんなさい、すごく表面的な体験のお話しかしてないですけれども、ここの境内にある私がたまにトークショーさせていただけるお堂があるんですけど、そこは一宇堂って言って、雨の字が入ってるんですよね。でこの弁財天様が技芸だったり芸能音楽の神様ということで、ご住職さんがとっても芸術を応援されてる方で、その一環で私もいろいろとやらせてもらってるっていう、はい、雨が似合う万龍寺さん、ぜひ行ってみてください。では2つ目、今度は鎌倉へ足を伸ばしてみましょう。鎌倉でぜひ雨が降った日に行ってほしいのは妙本寺さんです。こちら日蓮宗の大本山です。日蓮宗で最も古い最古のお寺なんですよ。まる鎌倉って言ったら明月院とか瑞泉寺とか東慶寺とか超有名なとこじゃないのっていうコメントが来るかもしれないんですけど、もちろんそこも素晴らしいですよ。もちろん素晴らしいんですけど、めちゃくちゃ混むことが多いんですね。まあ今年はね、そうならないような対策を練っていたり配慮されていると思いますけども、やっぱりね、せっかく雨の時に行くんだから、さっき言ったような孤独感、没入感を体験してもらいたいなと思うので、ここはあえて超有名寺院を避けて妙本寺さんをおすすめします。鎌倉の紫陽花については、10年間鎌倉の観光協会で働いていた私の母が言うには、どこ行っても咲いてる。もちろん紫陽花がブワーって生い茂ってる景色っていうのも本当素晴らしいですけれども、ちょっと路肩にポツンって咲いてるのもね、綺麗じゃないですか。だから紫陽花ってならずに、お寺と私っていう体験をぜひしてほしいなって思います。でこの妙本寺さん、鎌倉駅から歩いて5分から10分ぐらいのところにある、すっごい近いところなんですよ。でしかもこの引きがやつと言われるそのゾーンには、とっても自然が豊かに残ってるんですね。時は遡ること、鎌倉時代、この土地には比企の義和という御家人として鎌倉時代の有力な武将がいらっしゃいました。そんな比企一族、北条一族とのバッチバチの権力争いに敗れて滅ぼされてしまうんですよ。でこの比企の義和さんの末っ子だった息子さんがたまたま京都にいて生き延びていた。でその鎌倉に戻ってくると、もう一族がいなくなっちゃってると、そんな時に鎌倉の土地で一生懸命説法を説いてた日蓮聖人に出会ったんですよ。こんなに力強くね、いろんな逆境を感じながらも説法をしているこの日蓮さんこそ比企一族を助けてくれるに違いない、バチッとなったわけです。そうなって比企一族がいらっしゃった場所に妙本寺を建てた。そこの場所は比企さんの谷比企ヶ谷となっています。こんな歴史がある場所でして、ぜひ皆さんにはそういう鎌倉の時代があったんだよっていうことを知った上でちょっと見てもらいますと、まず立派な総門が見えてきます。総門をくぐると比企ヶ谷幼稚園がありまして、そこをぐーっと坂道が始まります。この坂道が始まると、もう両脇には立派な新緑が広がっています。その坂道を登り切ると立派花二天門という門が出てきます。これ赤くて2階建てですごい立派です。中には地獄天と多聞天がいらっしゃって、あー立
派なかっこいいいかついムキムキって思うと足元にはねうわーっとこっちを睨んでる邪気がいるんですけど、邪気の目にも玉眼と言ってギラッと光る水晶の目が入っていて、なんかこっちを見る視線がすっごいふてぶてしいんですよ。こんな感じ。そして本堂の中にねそれをくぐっていきますと、山の中ぽっくり開けたところにドーンと鎌倉の中でも最大級の祖師堂というお堂が見えてくるんですね。もうここが日蓮宗さんの日蓮さんの聖地として昔からありますよっていう、あー霊験があったかーってなりますね。もうそこに雨が降ってみてください。まるでこの日蓮さん引きがえつさんたちがいらっしゃった時代に私もタイムスリップしてるのかなみたいな感じになります。ここで私がおすすめしたいのは、登ってくるとこまでがねすっすごい足元スムーズ、アスファルトかなんかで舗装されてんですよね。うん、だから全然足元ぐっちょぐちょにならないですよ。でこの祖師堂がすごいのがね、軒下がめちゃくちゃ広いんですよ。なんで靴のまま上がってって、まあお参りして、祖師堂の横っちょの軒下にちょこんと座ってみてください。すごい贅沢な時間を独り占めできると思いますよ。雨の音がバーっと山に降り注いでいくその音を聞きながら鎌倉のね風を浴びてみたいな運が良ければ祖師堂指導の中でお経の声が聞こえてきます。それを聞いてね、お経なんて意味なんだろうなと思いながら、日蓮さんがここに残したものって何なんだろうなみたいな文化体験みたいな感じもしてあってみてください。雨だったらなおこの新緑の風、土の匂いっていうものを感じて、いいお寺の体験になるんじゃないかなって思います。では3つ目、足をそのまま西へ西へ赴いていくのは京都宇治にある満福寺さんです。これ大漠宗の総本山です。この大漠宗っていうのが何かっていうと、中国のお坊さん隠元さんというお坊さんがいらっしゃいまして、その方が江戸時代に隠元さん日本来てっていう熱烈な日本からのオファーで隠元さんが弟子を20人連れてきて開いたお寺さんです。その当時の禅、座禅をするあれですね、その禅宗のとっても由緒ある偉いお寺の偉いお坊さんが隠元さんだったんですけど、その隠元さんが中国人ですよ、やってきて開いたのがこの大漠山満福寺、ごく大きな大きなお寺になっています。皆さんインゲン豆食べたことありますよね。勘のいい方は気づいてらっしゃいますか。インゲン豆はインゲンさんが中国から持ってきた お豆だからインゲン豆なんですね。他にも机と椅子、原稿用紙、スイカ、タケノコ、レンコンとか持ってきたのもインゲンさんなんですよ。宗教だけじゃなく美術、医術、文学、いろいろとこう応援してくれてたらしいんですよ。でこの満福寺の最大の特徴は中国風がそのまま残ってる、ここなんですね。今でも大漠宗に伝わる法要とかの儀式とか、打ち鳴らす木魚とかね、楽器系のものとか、あとはお経の響き、リズム、言葉がめちゃくちゃ中国風なんですよ。なんでそのまま中国持ってっても同じようなのがあったりするし、儀式の様式だったりっていうのは東南アジア諸国で見られるものとすごく近いらしいんですね。じゃあなんで私がここまで中国を推すかっていうと、さっきから言ってるように雨が降るとその世界になんだかこう埋没できるっていうところがありますよね。なので満福寺こそ雨の日に行けばまるで中国の、しかも明の時代にタイムスリップ、もうトラベルしてるんじゃないかなっていう、そういう錯覚に陥れる場所っていうのが満福寺なんじゃないかなと私は思うんですよ。でこれ追加なんですけど、この中国式っていうことで満福寺さんの境内の建物っていうのが全部その廊下、屋根付きの廊下でつながってるんですよ。だからそんな傘もささずにそんなに濡れることなく境内パラパラっと歩けるという意味でも雨の日おすすめかなって思います。いろんなところに中国風残されてるって言ってますけど、どの辺がっていうと、桃の描かれた扉があったりとか、まんじ崩しの甲羅って言うんですけど、まんじっていう文字あるじゃないですか、あれはこう崩されてこう木がこうガクガクガクってなってる、そういうのがこう手すりの下についてたりとか、あとね竜の鱗をモチーフにしたっていう、こういう正方形の綺麗にカットされて石がバーって並んでる境内の道が整備されてて、石城って言うんですけど、屋根がこうウィーンって大に沿ってたりね、やっぱり中国っぽいなって、なんか日本の美的感覚とはちょっとセンスが大陸だなって感じるところが目に見られたりとか、ちょっと日本の様式とは違った仏様がいらしてたりとか、なんか雨の日に行って雨の音を聞きながらちょっとその当時のお坊さんに恋する女の子になるみたいな、そういう妄想まで広がっちゃうんですよね。あと隠元さんが中国から持ってきてくれたものっていうものを感じながら、これが日本にどういう風に影響してるかなって考えるきっかけになったりねって思うから、私は雨の
の日にぜひ行きたいって思います。まあ、ここまで来てね、全然お花がいいとか言っておきながらあんまお花の話してないの申し訳ないですけど、ここでね、どうしてももう一個だけ入れたかったんですけど、これも言っていいですか。奈良の長谷寺さんに綺麗な十一面観音さんがいらっしゃるのが有名ですけども、そこのこの両脇に右方童子と南田龍王っていう仏様が祀られてるんですよ。はい、これ見て、右方童子、はい、雨入ってますよ。南田龍王、この龍が入ってます。龍っていうのは水、恵みの雨を降らせたり洪水を止めてくれる存在であります。とっても雨乞いだったり雨闇に使ってもらってる仏様がいるんですよ。この長谷寺さんがある奈良のこう中央部とか北部ってらへんは水が少なかったっていう性格もありますし、その下には川が流れてて、初瀬川からの大和川っていう大きな川が大阪まで続いてるんですね。この川の下流では結構氾濫が多かったらしいんですよ。ということで下流の方に住む、まあ、大阪らへんの人たちが上流までやってきて、いや十一面観音様、右方童子様、南田龍王様、ちょっと氾濫やめてくれませんかねってお祈りをした場所なんじゃないかなっていう、そういう考察もあるんですよね。なので私は雨の日にこそね、雨にまつわる仏様ということで、十一面観音さん、一緒にいる南田龍王、右方童子様に会いに長谷寺さんにぜひ行きたいなって思います。もちろん長谷寺さんはね、境内超綺麗ですし、景勝も綺麗な場所ですし、十一面観音様の信仰としてはとっても霊験が新たかなところなんですよ。でその本堂に行くまでも回廊屋根がありますしね。でここは四季の花々が何でも綺麗に咲くお寺なので、紫陽花だったりも梅雨の時期のお花も超綺麗に咲いていますよ。こういってね、雨にまつわる仏様がいらっしゃる場所としてると長谷寺も行ってみてほしいなって、てか私行きたいなって思いました。さあ長々と喋りましたけども、私の雨の日こそ行きたいお寺だったり楽しんでもらいたいポイントっていうのが詰まった動画でした。ぜひね、雨の日のね、人がちょっと少なそうだなっていう隙を狙って、密にならない程度に気分転換にお参り行ってみてはいかがでしょうか。動画を見てくれてありがとうございます。よければグッドボタンなどなどよろしくお願いします。以上、みほとけでした。ナムー。